えー、一律給付金を出さない政府はもう不要というハッシュタグが毎週のようにトレンドにしてるんですが、ヒさんどう思いますか、政府も政府なの分かりますが、国民も国民だなと思うんですけど、えっと、僕も一律で払うことは反対ですね。働いてない人にお金払ってもしょうがないので。 あの、ベーシックインカムみたいな形で全員対して払らうのはいいと思うんですけど、その働いてる人で別になんか損してない人とか、働いてない人でボーナス入っちゃうっていうのもどうかと思うので、なので、あの、税務署に関して確定申告で納税している人で、その、 あのまあ去年のえっと2020年に納税してました納税額が100万円でしたで今年の納税額が50万円でしたっていう人って収入がめっちゃ減ったから納税額が減ったわけじゃないですか。っていうのでそのどれぐらい収入が減ったかって働いてる人でどれぐらい収入が減ったかっていうのはあの補足税務署を使えばできるのでじゃあちゃんと収入が減ったっていう証明があって働いてる人に関してだけは給付金を出しますっていう形の方がまあ,あの総額が少なくて済むんじゃないかなと思いますけど。